イメラジオ第1344回、今日は平成30年7月3日火曜日です。時刻は正午、横浜港北、火曜日の正午ですね。今日は風が強い、なんか台風が来るとか来ないとかを先週からずっと言っていて、けれど空は晴れていてという奇妙なお天気続いていますが、今日もそうですね。風強いけど空は青、雪の頂かない富士も見えますね。あ、でも富士の頂にちょっと雲がかかってきました。お昼近くになって、あの富士の近くに住んでる人はこういう夏の富士ってどう見えるんでしょうね。全体的に見ると、さて1344回目の夢ラジオ、今回はゲシュタルト心理学をお話しいたします。ゲシュタルト心理学、ゲシュタルトプシコロギーですね。ゲシュタルトプシコロギー、そうですね、大学院ぐらいで人文系にいれば文学、哲学、心理学、歴史学等々、美学でもいいですよ。まあ人文系にいて大学院まで行けば、今大学生には全くそんな道はお勧めしませんが、まあそういうところに行けば、そのゲシュタルト心理学というのも耳にはするんですね。でそれこそ学部生でも心理学を専攻したならば、心理学科は非常に人気ですね。今も受験生の間で高校生の何が心理学に魅力感じさせるんでしょう。なんで高校生が心理学に魅力を感じるんでしょう。まあそれは分かりませんが、その人気のある心理学科などに行けば、学部の段階からこのゲシュタルト心理学というのは習いますね。今大学の教養部およびそれこそ心理学科において、シラバスパラパラッとめくってもゲシュタルト心理学とは出てこず、認知心理学とか、あるいは知覚心理学とか、発達心理学等の、あの科目が並んでいますよ。けれどそれらの心理学、いろいろ名前ついてますが、元をたどればこの20世紀初頭のゲシュタルト心理学に行き着くんですよ。ですからこのゲシュタルト心理学っていうのはやっぱ落とせない、避けて通れない。しかも一般的に心理学っていうのは、なんかあのフロイト、ユング、アドラーとこんな感じで思われますが、ああいう人たちの心理学とも違う。つまりあの20世紀の、心理学ですね、さっきのフロイトたちの、あれはむしろプシホアナリューゼ、精神分析と呼んだ方が良いもので、心理学そのものは別に20世紀じゃなくずっと前からあったんですが、そのずっと前からあった心理学、その心理学の中に今回のゲシュタルト心理学もある、こういうふうに見た方が正しいでしょう。そしてフロイトたちのあの心理学はむしろ精神分析ということで、確かに大きな影響を持ったんですけれど、心理学、伝統的なね、伝統的な心理学とはちょっと違うぐらいに思っておいた方がいいでしょう。ですからゲシュタルト心理学においてはですね、あの別に無意識がどうのこうのはほとんど出てこない。あれ、押さえつけられた自我みたいなものもほとんど出てこず、そうではなくてもう純粋に認識論なわけですね。純粋に認識論、しかも哲学っぽく、人が認識するとはどういうことかっ
とか人が理解するとはどういうことかとか、そんな話題でもなくて、見えるもの、聞こえるもの、つまり感覚器官を通しての刺激ですね、感覚器官を通しての刺激というものを人間はどんなふうに知覚しているか、パシーブ、英語で言うとね、パシーブ、ドイツ語で言うとバーネーメンですけど、そのバーネーメン、あるいは名詞だったらバーネーモン、これについてのお話なんですね、ゲシュタルト心理学は。どこかで見たことないでしょうか。例えば同じ長さの線なのに、その線の両端になんか飾りみたいなのがついていたら、同じ長さの線なのに、長く見えるものと短く見えるものがある、あれっていう。あるいは、平行の2線なのに、その図にちょっとした作業を加えてあれば、その平行なはずの2線がこうぐーっと歪んで見える、歪んでないんですけど本当は。あるいは、騙し絵、おばあさんの絵にも見えれば若い女性の絵にも見えるとか、なんとか壺にも見えればね、壺にも見えれば向かい合った2人の人にも見えるとかっていう、ああいう視覚というのが、あるいは聴覚というのが、要するに感覚というものは一体どういうふうに私たち知覚しているのか、これがテーマ。で、19世紀の頃はね、割と素朴に個々の感覚がわーっと人間に迫ってきて、それを人間が心の中で足して、で、ある一つのイメージを作り上げている、視覚でも聴覚でも。つまり個々の音が聞こえてきて、そして個々の音がわっと人間の中に入ってきて、それを足したものがメロディーですよとか、あるいは個々の色と形があって、その個々の色と形、あるいは線、そういうものが人間の中にわっと入ってきて、それを足したものが絵ですよ、イメージですよ、とうとうですね。ところがこの20世紀初頭の、ゲシュタルト心理学、まあ有名な学者さんではね、マックス・ヴェルトハイマーって、まあ、ユダヤの名前ですね、マックス・ヴェルトハイマー、ドイツ人ですよ、この方が、有名なんですよ。で、このベルトハイマーなんかは、その20世紀初頭において、いやと、感覚刺激の相和が知覚なんかじゃない、ね、感覚刺激の相和が知覚なんかじゃなくて、知覚というのは人間が何かを認識した、知覚したというのは、入ってくる刺激の相和じゃなくて、それらが別風に変換され、別次元のものになって、人間は知覚している、認識している。そして個々の刺激が別次元なものとなる、言い方を変えれば別な姿になる、別な形態になる、その別な姿、別な形態として人間は認識してるんだよ。これがまあゲシュタルト心理学、あるいはベルトハイマーの主張ですね。ベルトハイマーはその運動詞といってね、ドイツ語ではゼーンフォンベベーゴン、ゼーンフォンベベーゴン、何かが運動しているものを見るとき、ね、何かが運動しているものを見るとき、それがどんな風に見えているのかという、それを割と研究したお方ですよ。で、運動だけじゃなくて、さっきの線ですよね、あるいは絵ですよね、このようなものもどう見ても客観的には見ていないと、個々の、ね、個々の、部分の相和としても見ていない、そうではなく全体として見てる、そして全体として見た場合、個々とは違う次元になる、
で、ゲシュタルトというドイツ語はね、姿、形、あるいは形態というこういう意味なんですが、そういう姿、形、形態、つまり全体として人間は物事を見ています。こうですね。例えば天描画であって、この夢ラジオでもジョルジュ・スーラーというフランスの天描画家の絵はご紹介しました。あれは点で描いてありますよ。その点は、まあ、画面近寄っていけば見える点、点、点、だって点で描いてんだから。ところがその点描画というのは点なんか見てないですよね。描いてあるものは点なんですよ。赤や黄色や緑やなんとかのね、オレンジの。ところがその点描画として私たちが見ているものは点ではなくて、オレンジみかんであったり、あるいは女性であったり、山であったり、湖であったり、そうですね。つまりゲシュタルトとして見てる、姿として見てる、全体として見てるんですよ。個々を見ていない。個々の相和として見るんだったら点の相和として見えるはずですよね。そうは見ない。そうではなく、点が集まってね、こうひとまとまりになって別なものとして見える。うん、これこそゲシュタルト心理学である。そしてそのゲシュタルト心理学においては、まあ、よく言われる主張として、近いものはひとまとまりで見える、近接したものはひとまとまりで見える、あと似ているものもひとまとまりで見える。でこの近いものがひとまとまりで見え、似ているものもひとまとまりで見えるからこそ、もともとは点なのに、もともとは点なのにそれがリンゴに見えたり、あの海に見えたり海岸に見えたりすると。うん、このようにもともとは点が、点描についてお話しすると、点が無数にあるように見える、ちっちゃい点が無数にあるように見えても、それをクッとひとまとまりにして、ああ海辺だとか、ああバナナだとか、そういうふうに見る。これをね、簡潔さの法則、明快さの法則とベルトハイマー言うんですよ。ゲゼッツデアプレグナンツですね。ドイツ語ではゲゼッツデアプレグナンツ、簡潔さの法則。つまりこの世は無限で、実際そして無限なものを無限として見たら、私たちは一歩も進めず何も認識できないが、本当は無限な要素でできているはずの、例えばセンター北のマンションを、ああマンション、あれマンション群も、それ全部をひとまとまりにして、ああマンションたちというの、こういうふうに認識することによって事なきを得ているわけですね。つまり認識するときには、無限なものを無限と認識できないので、簡潔さとして、ね、明快さとして、ひとまとまりのものとして似通っているもの、近いものはこうまとめて認識している。そしてそれをゲシュタルト、姿と見ている。当たり前のようですが、これがその後の心理学の土台となったわけですね。つまり19世紀まで の、 あの感覚刺激の相和というのが真理なんだという、あの考え方だと、どうして無限なものをね、なんだっけ、どうして無限なものを還元できるのかという、その話題に答えられない。私たちは還元、つまり数を減らして認識してるはずなんですよ。そこにゲシュタルト心理学は、まあ一つの答えを与えたと。ちょうどこの20世紀初頭というのは、フッサールがあの現象学で還元を唱えましたね。つまり、数を減らそうと、ね、無限なものを無限に認識するんじゃなくて、その認識の方法へと、認識の方法へと還元していこう、数を減らそうと、
そうすると余計事物が純粋に現れてくるみたいな。ですから今回お話ししているゲシュタルト心理学、ユダヤ人が多かったですね、この心理学者の中には。でみんな亡命しました。ナチが出てきたのでアメリカに行きましたよ、みんな。それとそのゲシュタルト心理学と現象学、ハイデガーの存在と時間も含めていいでしょうね。そのゲシュタルト心理学と現象学との間には大きな歩みの、なんていうか、一致がある。取り上げました1344回。今回はゲシュタルト心理学。風が強いですね。ただしその分暑さが和らぎ、今日は過ごしやすい一日になるようです。